はい、どうもケイです。今回ね、今この撮影してるのが2月11日、祝日のこの日なんですけど、このね2月の11、まあこのぐらいからだんだんね、その釣り人のみんなが春を意識し始める時期なんですよね。でも実際水中では、水温が上がりきってなくて、で、バスって多分ね、その水温だけじゃなくて、日照時間とかなんかそういうね、絶対自然現象というかそういう何かで春を意識し始めてシャローに上がってくると思うんですよね。だってね、その3月になるとどんなに冷え込んだとしても一回シャローに上がってきた魚っていうのはなかなかディープに落ちずにシャローで釣れ続いたりするんですよね。それを考えると多分ね、水温だけじゃなくていろいろね、そういう何かが重なってシャローに上がってくると思うんですけど、このね、2月から、3月の頭のほんまにね、そのプリスポーンがシャローに上がってくるまでの間によく使う、ルアータックルケースの中身の紹介をしようかなと思います。で、毎年なら、ブラックレーベルプラス 6101MFB のミディアムタックルでやるんですけど、今年はね、この期間は、まだね、そのウェイトが乗ったバスが釣れる前の時間は、ベイトフィネスでやろうかなと思ってるんで、このね、バーディックに、アルファス CD、このタックルで扱えるルアーをセレクトしてます。ということで、紹介したいなと思います。ラインはね、そろそろでかいバスが動き出すし、そろそろね、ウェイトも乗ってくるんで、不意にでかいのがかかってもいけるように10ポンドにやってます。10人に上げてもいいんですけどね。でも、とりあえずバランスよく使えるのが10ポンドかなということで、10ポンドでやってます。で、今つけてるのが、BBB バグ 3.2 インチのフリリグで、これフリリグ進化 3.5 グラムつけてます。5グラムか 3.5 でやろうかなと思ってます。で、タックルケースの中身がこんな感じ。今回、ね、今ちょっと川に来てるんですけど、川っていうよりも野池も川も使える、両方使えるタックルでやってます。羽物ね、これは風の吹いてない時の、野池のシャローとかねで、使おうかなと思って入れてます。ほんで、その他、これバイブレーションプラグ多いんですけど、正直ね、出番としてはかなり減ります。11月12月が巻物の本格シーズンかなと思ってるんで、巻物といってもね、そのバイブレーション系のね、だから一応こう入れてるだけで、またやっぱりシャローに上がりきってないフィールドも多くあるんで、もちろんね、ディープを探るときはこうやってバイブレーションとかメタルバイブで探ってます。だから、ザルメタルの 6g と 9g で TN トリコンの 50 と、バイブレーション、これスティーズバイブですね。で、これがザルバイブの 57 ジュニアの方で、こういうサスペンドミノ、これはビーフリーズの 48 サスペンドです。これはね、ミディアムタックルやったら、ノーマルのビーフリーズ78なんかな、サイズ的に言うと、あれを使います。で、ベイトフィネスタックルなんで小さいこの48の方を入れてます。で、スピナーベイトが、普通のクルコマ 7g かな、これ、これはね、割とその小さくてコンパクトなんですけど、ブレードの回転もね、こう速いタイプで大きく回るタイプではないんで、シャローをゆっくり引いたりするにはあんまり適してないんですよね、正直。でもスピーディーに探りたいとか、飛距離がね、すごい出るんで、スピーディーに探りたい時とかによく使います。で、これがクルコマの 13g をブレード変えてます。市販で売ってるね、コロラドブレードつけて、ここね、普通にクルコマっていうのは溶接してないんで、もうペンチで普通に曲げて広げて、こういうブレードをつけるようにやってます。これはね、シャローに投げてゆっくり曲げるようにダブルコロラドでやってます。ハードルはこんな感じですね。ベイトフィネスタックルなんで、やっぱりこう軽いものメインが多いです。はい、ワーム系がね、こういっぱい入れてるんですけど、ちょっとこれね、ヘビダンする用の芯がちょっと切ってしまってるんですけど、これちょっと省いておきますね。いっぱいこうあるんですよね。いっぱいある中で、メインとして使うのがネコリグが多くなるんですよね、この時期。ネコリグ、なぜネコリグが多くなるというと、このからの時期ってね、ハードボトムがやっぱ強くなるんですよね。ハードボトムとか、割と流木が沈んでたりとか、そういうね、地形変化がすごいね、重要になってくるんで、手がかりがね、なるべく少ない方がいいと。で、スモラバとかテキサスとかでもいいんですけど、やっぱりテキサスやったらシンカードアームが離れてしまって、フリーテキサスやったらね、フリーリグもそうなんですけど、シンカードアームが離れてしまって引っかかりやすくなったりとか、でスモラバもね、割と引っかかりやすいんですよね。挟まりやすいというか、岩とかに隙間にね、挟まっていくんで。で、テキサスフリーリグもやっぱシンカーが挟まって引っかかりやすいと。そうなった時に、ボトムに先にタッチする部分がワームのネコリグっていうのが
かりにくいんですよね、かなり。なのでこう挟まりにくい、ハードボトムで使うときは先端が挟まりにくい、こういうネコリグを使ってます。なのでこの時期ね、ネコリグは多めです。あとネコリグの、フォールから着底でタワンってなってからの倒れ込む、そのアクションがすごいねこの時期は有効と思ってるんで、まあこうやっていろんなパターン、まあ、これはねワームによって、ワームを使い分けてる、カラーを使い分けてるとかではなくて、まあこのマグナムスワンプの、スカッパのこれに関しては 0.9g のタングステンで、このよく分からへんワーム、これ安物ワームなんですけど、これに関しては、鉛の 0.6g で、これがスナックレスネコで、このマグナムスワンプも、ネイルシンカー、0.6 入れてます、鉛の。だからこのスカッパのだけ、0.9 のタングステンを入れて、その他は0.6 で、このスナックレス猫に関しては 1.2g を入れてます。まあ、こんな感じでちょっと用途が違ってくるんで、ワームで変えてます。これはね全部マグナムスワンプにしてしまうとパッと見で分からへんのでね、こういちいちこうやってネイルシンカー確かめてみらんとあかんので、それがめんどくさいんで、こうやってねカラーとかワーム別で分けてます。で、まあ、次にやっぱり用使うのはオールシーズン用使うんですけど、まあ、スモラバ類ですね。いっぱい入れてます。はい。まあ、スモラバっていうのはやっぱオールシーズン、いつでも釣れる便利なルアーなんですよ。だからね、常に手放せませんね。特にね、ベイトフィネスタックルなんで、軽いもんも使えると。だから一番軽いので、ビビビショットの 1.8g。で、その次にビビビショットの 2.6g で、これが吊るし用のスモラバ。ベビーシューティングボールに自分でドリルで穴開けて、ブラシガード刺して、3.5g ね。ヘビーカバー対応にしてます。ヘビーカバーといっても、このねタックルで扱うんで、合わせがねそんなブラシガードめちゃくちゃ濃いとね合わせが効けへんので、合わせが効くギリギリの本数なんで、ブラシガードでねこれまあ硬さがいろいろあるんですけど、ミディアムヘビーという硬さを、5、6本にしてます。これが限界かなっていう感じで、これはね、ミディアムタックル持っていった時とかに使おうかなと思ってる、ヘビーカバー対応のねブラシガード8本刺してます。まあ、このサイズのね、このウェイト 3.5g なんですけど、このウェイトで、まあ、この硬いブラシガードが8本ついてるスモラバって市販に多分ね、あんまりないんですよ。だから自分でこうやってね、ドリルでつけてやってるんですけど、これは、まあ、このタックルでもね、たまに使おうかなと思ってるんですけど、ヘビーカバー、ほんまに引っかかりそうなところに入れるときに、まあ、これを入れてます。で、まあ、このね、ビビビショットに関しては、そういうね、根掛かりが少なそうなところ。まあ、このね、ガード、ワイヤーガードって結構ね、まあ優秀で1本ついてるだけでも割とね木とかね割と避けてくれるんですけど、やっぱりそのごちゃごちゃしたところは向いてないんで、そういうところでは使わないようにしてます。でこれねフックもショートシャンクで、で割とねフックが強いんですよね。以前のビビビショット樹脂タングステンの方かな、あれに関してはまあ正直ね樹脂タングステン割れやすいし、針もね針先が痛みやすかったり針も伸びやすかったりとかしたんですけど、このね新しくなってからは針が伸びにくいし、で全然ね45ぐらいのバスとかガンガン抜き上げても全然伸びひんので、まあ結構ね信頼して使えます。でショートシャンクなんでトレーラーのアクションをね損なわずに、いいアクションが生まれるという感じで、まあこれは愛用してます。でね結構その最近出てるスモラバって市販のスモラバね樹脂タングステン多いんですよ。あれってねやっぱ割れやすいんですよね。こういうぶつけたりしたらね、テトラとか岩にぶつけたりしたら欠けるんですよね、ヘッドが。多分それで、うわ1個600円もするのに欠けたやんけって思ったヘッドとか結構多いと思うんですよね。でこれが鉛なんで、まあ、それは慣れへんと。だからガンガンぶつけても使えるんで、まあまあいいかなと思って今はねこう一番愛用してます。だからこの吊るし用のスモラバも、市販のやつではなくて自作でベビーシューティングボールで作ってます。鉛なんでねぶつけても全然大丈夫。あとは、まあ、沈み虫、高比重系のワームですね。沈み虫に、TK ツイスタージュニア、これは脳進化、沈み虫は 0.9g の音色を入れてます。で TK ツイスター脳進化でもしっかりね、操作感があって、割とね脳進化でもしっかり沈んでくれてバックスライドもしてくれてめちゃくちゃ優秀なワームなんで、ジュニアを入れてます。まあこれねもうちょっとだったら、まあ、ブラックロイルプラス 610HMV の、ミニアムタックルに変えた時はジュニアではなくて 4.5 インチの方を入れるようにしてます。でこれがね、1.8 の沈み虫脳進化、これはこういう手前の、まあ、何か障害物を狙うときに、まあ、脳進化でね風がなかったりしたらめちゃくちゃゆっくりこう水平に沈んでくれるんで、これ一応入れてます。でもあんまり使用頻度は高くはないです。
どっちかというとやっぱこの大きい方のシズメムシであったり、TK2 スタージュニアをよく使います。でね、あとはこのブレードつけたやつ、これね、デコイのオフセット、シンカー付きのオフセットに浮きゴムつけて、スイベル通して浮きゴムつけて固定してこうブレードリグつけてます。まあ、これね、浮きゴムペッて外したら一瞬でブレードも取れるんで、ワンタッチっていうか、まあ即座にねブレードも外せるという仕様です。これは4インチのキャラメルシャット、まあ、3.5 よりもね4インチの方がボリュームがあって、まあ、この時期ね、バスを引きつけてくれる力が強いんじゃないかなと思ってるんでこれでやってます。これがブラックレベルに変わると5インチに変えます。4インチじゃね、やっぱパワーは微妙に足りひんので、で、まあ、スーパースティックの、0.9g のジグヘッド、まあ、これはね擦れたフィールドとか、なんかこのバスがめちゃくちゃスローやなっていう展開で、使おうかなと思ってるフワ釣り専用のやつです。まあ、あんまりね、ベイトタックルではあんまり出番はないですね。